晴らしい。アップで第52回みわちゃんハッピーバースデーわー。はい、今回はなんとラッキーどんぶりさんがチーズフォンデュを作ってくれました。そして冒頭にもありましたように、この度私52歳になりました。ラッキーどんぶりさんはいつも楽しいサプライズで私を驚かせるのです。このソーセージとかもいいの？実は私チーズフォンデュというものを食べたことがありませんでした。見てください、このプレゼント、マニアにはたまらないものです。ラッキーどんぶりさんとは小学校からの付き合いなので、かれこれ40年以上お付き合いがあるのです。ケーキまでいただきました。いろいろあって疲れていた私ですけど、ラッキーどんぶりさんのおかげで楽しいひとときを過ごせて、ストレスもなくなった気がします。そしてこのラッキーどんぶり家のにゃんこ、どうしてこんなに長いのですか？何があったんでしょうか？大丈夫なの？にゃんこ、どうしてそんなに長いの？ラッキーどんぶり家の皆さん、いつもありがとう。またお邪魔しますね。